レーダー、レーダーとは、電波を対象物に向けて発射し、その反射波を測定することにより、対象物までの距離や方向を測る装置である。レーダーという単語は定着したアクロニムであり、英語のラジオディテクティングレインジェング、電波探知測距）から来ている。これは、アメリカ人による命名であり、当初イギリスでは、ラジオロケータ、電波標定器と呼称されていた。 レーダーの日本語訳としては、電波兵器研究に意欲的であった帝国陸軍の造語である電波探知機の名称、故称があり、これは電探の略称と共に一般化している。この総称、電波探知機、電単を、さらに陸軍では、電波の照射の跳ね返りにより、目標の位置を探る警戒、策的レーダーに対し、電波警戒機、警戒機、及び、 超短波警戒機、高射法が使用する、対空射撃レーダーに対し、電波標定機、標定機と2種類に区分している。この、電波探知機の名称、故障は、陸軍のレーダー開発指揮者である、佐竹金次少佐、当時が、ある会議で、電波航空機探知機と述べたのが、簡略化、電波探知機されて普及したものである。なお、 陸軍に遅れること数年後にレーダーを導入した帝国海軍においては、警戒、策的レーダーに対し、電波探針理の名称、故障を使用していた。さらに、目標の電波探針理が発した電波を傍受する一種の方向探知機に対しては、陸軍の造語で競技のレーダーを意味する、電波探知機、及び超短波重心機。略称として、逆端とも、 章を当てており、陸軍省及び一般省たる電波探知機と混乱が生じている。なお、戦後は陸軍省及び一般省たる電波探知機が広く世間に定着したた海軍省たる電波探針儀は廃れている。その名の通り、電波を発射して遠方にある物体を探知、そこまでの距離と方位を測る装置である。人間の目が見ている可視光線よりも、 はるかに波長が長い電波を使用することから、雲や霧を通して、はるかに遠くの目標を探知することができる。最も基本的なレーダーは、パルスレーダーである。原理的にはそう、層、受の、各アンテナと送信機、受信機及び指示機から構成されるが、実用機では、渦のように、層、受アンテナは共用されるのが、一般的である。送信機の性能は、送信周波数、 送信出力、送信パルス幅、パルス繰り返し周波数などの諸言によって決定される。従来のパルスレーダーの場合、送信周波数が低い方が、大気電波損失が少なく、大電力化が容易で、良好な受信系雑音指数を得やすいことから、最大探知距離を延伸するには有利である。一方、周波数が高い方が、分解能の面では有利である。すなわち、 探知距離の延伸と分解能の向上は原則的にはトレードオフの関係にある。ただし、例えばパルス圧縮レーダーでは探知距離は先頭出力ではなく平均出力によって、また距離分解能は送信パルス幅ではなく周波数帯域幅によって決定されるほか、角度分解能についてもアンテナや信号処理方式によって克服できるなど周波数による制約は 絶対的なものではなくなりつつある。送信機は、事例発信型と増幅型に分類できる。増幅型は、まず安定した信号を低電力で形成した後、必要とするだけの大電力まで増幅するものであり、信号処理の柔軟性などに優れている。その名の通り、一時放射器から放射された電波を反射鏡、リフレクタに当てて、ビームを成形するものである。 マイクロ波の領域で高い利得お及び狭いビーム幅を得ることができ、しかもアレーアンテナと比して安価である。アンテナパターンとしてはペンシルビームが多く用いられるが、リフレクタの形状を適切に設定することでファンビームやコセカンと事情ビームなどを形成することもできる成形ビームアンテ。また一時放射器としてはホーンアンテナが最も多く用いられるが、 S, S バンド以下のように低い周波数領域では反射板付きダイポールアンテナが用いられることも多い。複数のアンテナ素子、放射素子を規則的に配列し、一定の冷心条件で給電するアンテナのこと。放射素子の振幅、位相を電気的に制御できることから、アンテナ指向性の制御を容易に行えるという特徴がある。レーダー装置においては受信機の性能は、 基本的に雑音によって決定され、SN 比の向上が目標となる。方式としては、スーパーヘテロダイン方式、調再性方式、直接検波方式があるが、スーパーヘテロダイン方式が大部分を占める。レーダー指示器は、目標のレーダー情報、距離、方位、両角などをレーダーのオペレーターに伝達するための、マンマシンインターフェースである。指示方式は、 アナログ信号処理方式、デジタル信号処理表示方式、両者の合成表示方式の3つに対別される。P スコープ、プランポジションインジケータスコープ、P スコープとも、は、現代のレーダー指示器として、最も代表的な方式である。レーダーの位置を起点として、アンテナビームの回転に同期させて放射状に送印を、行って、受信した信号を表示するものである。 すなわち、レーダーの位置を中心として、レーダーで捉えられた目標が、直感的に表示されることら、直感的に理解しやすいという、大きなメリットがある。しかし、このような表示方式の場合、レーダー波の波長が長いと近接した複数の対象物が、同一の交点として表示されてしまうため、多数の目標を補足する際の分解能を高めるためには、 レーダー波長の単波化が必須となったが、波長の単波化と送信出力の強化の両立には、高度な電子技術が要求されるため、数軸国ではもっぱら送信出力を強化しやすい、超波レーダーの開発に終始し、ピースコープの採用までにはこぎつけなかった。連合軍で運用されたピースコープを用いる初期のレーダーシステムでは、アンテナの回転角度に、急日本軍と同様の理由で、 一定の制約が存在したが、やがてマイクロハレーダーと氷特のパラボラアテナなどが主体のシステムに発展すると、アンテナは360度自動的に回転し続けるようになった。P スコープ上で目標物として表示される光点は A スコープでいうところの波形のピークに通った部分である。旧日本軍の場合、核電速兵が A スコープの波形情報を経験と技術によって二次元図として変換し、認識していたのが P スコープでは完全に自動化されるようになったので、連合国のレーダー担当員の負担は大幅に軽減され、測定の精度も飛躍的に高まることとなった。縦軸に受信信号強度、横軸に距離をとって波形を表示するものである、心電図のようなイメージ。 開発初期から用いられてきたが、現在でも受信信号強度の測定や信号の弁別のためのお城スープ表示として用いられている。ある一定距離の目標物にアンテナを向ける場合、アンテナの角度が目標物に近づくにつれ、波形の山が大きくなっていき、方向が完全に一致すると波形が極大値、ピークを表示する。このようなシステムの場合、 レーダー送信機のアンテナの方向は別に表示されていたため、他方向に多数の対象物が存在する場合、測定結果を一覧することができなかった。エースコープ方式を採用していた、急日本軍の超波レーダーの運用を例にとると、送信、受信の各アンテナは、兵士が手動、または電動で動かし、受信機を操作する、電速兵は、電霊兵や、 有線電話からもたらさるアンテナの角度情報と受信機のースコープの波形からどの方向のどの距離にどのような対象物が存在するかを頭の中で二次元図として描き出すことで把握する必要があり多数の敵の同時速的には大変な熟練が要求された機器の耐久性の問題から送信用アンテナを受信用アンテナに直接向けると受信機が 入力課題で破壊されてしまうなど、アンテナの操作一つとっても、核兵士の連携と熟練が不可欠であった。横軸に、方位、縦軸に距離を示す方式、戦闘機などの空対空レーダーや、連合軍艦船の射撃艦制レーダーに、利用されていた。この方式は、エースコープでは、比較的読み取りが明瞭な波形の強度、ピーク情報が、 ピースコープに類似した光点の強弱のみで表されるので、正確な読み取りにはやや経験を要したものの、それまでの光学機器による断着観測と比較して観測員の経験や、連度による精度のブレが発生にくいため、比較的連度の低い方兵でも安定した射撃成績を上げることが可能となった。とりわけ屋戦や高点下の砲撃戦では、 工学機器や肉眼目視の連度のみに頼っていた、急に本海軍に大きく、差をつけことに貢献した。B スコープを元に横軸を、方位、縦軸を高度としたものは、C スコープと呼ばれ、光射法の完成に用いられた。B スコープや、B スコープが水平面の情報を表示するのに対して、垂直面の表示として用いられるのが、E スコープである。横軸に、距離、 縦軸に行角を表示するものと高さを表示するものがあり、後者は D と称される。レーダーと目標との関係は、レーダー方程式によって表される。これは、レーダーの受信電力、受信機に到達する信号エネルギーを、レーダーの送信出力とアンテナリトレーダー反射弾面積、送信波長、周波数、 および目標までの距離の関数として計算するものである。また、パルスレーダーのようにアンテナを共用している場合の、レーダー方程式は知識によって与えられる。これは、レーダー受信機内の受信電力を考えたものであり、レーダー受信電力方程式、と称するべきものである。水平線上の探知下の距離の方程式。レーダー変調には、下記のような方式がある。 上記の通り、最も基本的なレーダーであり、その名の通りにパルス波を送信するものである。これはかなり綺麗な立ち上がり立ち下がり特性を持つ、極めて短い送信信号であり、そのデューティーサイクル、パルス持続時間パルス繰り返し間隔は比較的低い。パルスの送信は相対的には極わずかな時間しか要さないため、送信と受信の両方に、 同じアンテナを共用できる。ただし送信パルスの方が受信パルスよりも、はるかに電力が高いことから、パルスが送信されている間の反射エネルギーから、受信機を保護するため、掃除アンテナ共用機などには何らかの対策が必要になる。なおパルス繰り返し周期が短いと、はるか遠方にある目標からのエコーパルスは次の、パルスを送信した後に受信されることになってしまい。 目標との距離を実際よりも短く誤認してしまうことがある。これらは二次エコーと称され、しばしば自目標のエコーと混同される。パルスレーダーにおいては、探知距離を増大するためには、パルス幅を広くする必要があり、一方、距離分解能の向上のために、パルス幅を狭める必要があるというジレンマがある。これを克服するために採用される手法の一つが、パルス圧縮である。 パルス圧縮の方式としては、下記のような方式がある CW 信号を送信するレーダーである。純粋な変調を行わない CW レーダーの場合、送受信信号間のドップラー変異を測定することで、距離変化率を測定することはできるが、リターン信号電力の測定による不確実な推定以外に、目標との距離を測定することができない。一方、 連続波レーダーであっても適切な変調を施すことで長所をあまり損なわずに距離の測定が可能となる。変調方式としては送信電波の周波数を周期的に変化させる周波数変調 FM が表的である周波数変調連続波レーダー。目標からの反射波が受信されるときには送信波の周波数が変化していることからその周波数差。 ビート周波数を測定して、距離を測定する。パルスレーダーでは、距離分解能が、パルス幅によって決まるが、周波数変調連続波レーダーでは、周波数変化によって決まる。周波数変調連続波レーダーは、送信波として、連続波を使用するので、パルレーダーのように高い。送信出力がなくても、初毛の信号雑音比、SN 比を得ることができる。 周波数変調連続波レーダーは、周波数変異幅、デルタ F の拡大で高分解能化が実現可能とされる。周波数変調連続波レーダーでは、帯域幅 1.5GHz でも 20cm のターゲット距離差を分離できず、20cm が現実的な分離能力の限界と考えられる。パルスレーダーのうち、ドップラー処理を行うものを、 パルスドップラーレーダーと称する。これは処理装置と変調器の間に CW 発生器を挟んで各送信パルスをコヒーレントとしている。各送信パルスが同じ信号の継続であるために位相に一貫性があり受信機はエコーパルスをコヒーレントに検波できる。コヒーレント検波は感度において著しい利点を有するほかドップラ変異の測定によって 目標の相対速度も測定できる。これらの特性により、クラッタから移動目標を抽出する能力に優れている。しかし一方で、パルス繰り返し周波数、PRF に相当する距離以上の目標距離は不確かであるため、連続波レーダーと同様に周波数変調を用いて即興を行うものや、複数の異なる PRF を用いて不確かさを排除する方式が用いられる。 移動目標指示装置は地上の移動目標の探知を目的としたレーダーの一種である。これは低 PRF 方式のパルスドップラーレーダーの一種であり、ドップラー処理を用いて喰らったから移動目標を抽出するという点では同様であるが、高 PRF 方式を採用した競技のパルスドップラーレーダーと比して速度、ドップラー周波数の精度が低い一方、距離の精度では 優れている。目標物、地域を写真のような映像として映し出すレーダーをイメージングレーダーと総称する。高い位置分解能が求められることから、レンジ方向、レーダーと目標を結ぶ方向の分解能向上は、パス圧縮によって、クロスレンジ方向、レンジ方向と直行する方向の分解能向上は、目標と、 レーダーとの相対的な運動によるドップラー周波数の解析によって行うことが多い。このうち、クロスレンジ方向の解析について、レーダー側が運動することによって行うものを、合成開口レーダー、SAR、目標側の運動を利用して行うものを、逆合成開口レーダー、e ー a ーと称す。軍事技術の一つに、電波ステルスがあり、これはなるべく敵レーダーへの反射波を返さない。 技術である。近年では、計算機の発展に伴い、外面が局面で構成されたステルス兵器もあるが、ステルス兵器が出現した当初は、平面で構成された外面を持っていた。これは、レーダーが送信されてきた方向へはなるべく反射波を返さずに、送信方向とは別の特定の方向にまとめて、反射させる夫である。ステルス技術には電波を吸収する工夫も含まれており、 通常は形状によるステルスとともに、電波吸収剤も併用される。電波を別方向に反射する、ステルス兵器を発見するためには、バイスタティックレーダー、またはマルチスタティックレーダーと呼ばれる送信アンテナと受信アンテナが遠く、離れたレーダーシステムが有効だと考えられている。また、電波吸収体は吸収する、周波数が固定されるため、 広い周波数帯のレーダーが有効だと考えられている。送信機を持たず、他のレーダーや携帯電話の基地局、放送局などといった既存の発信源から発せられている電波を利用して目標を探知するレーダー。自ら電波を発しないため小電力であり、周波数帯域の節減にも益するほか、軍事的観点から電子防護能力やステルス性にも優れるという、 メリットがある。蒸気のイメージングレーダーやバイスタティックレーダーからの技術応用もなされている。厳密に言えば電波は空気密度の変化に応じて屈折率が変化する。標準大気の屈折率は高度が高くなるにつれて直線的に減少する。それにより電波は下方に曲がりながら電波する。またその他に電波が地表付近を通過すると解説現象により、 下方に曲がり込む。これらにより、例えば水上捜索レーダーや、公海レーダーの二次元レーダーの場合、レーダー水平線までの距離、最大探知距離は見通し距離に比べ若干ではあるが、拡大する。つまりより遠方の物体を探知することができる。標準大気ではない。例えば大気の密度構造が、逆転状態、高さに対する温度低下が急激であったり、 相対湿度が高さとともに増加する場合となる場合は、サブリフラクションといって電波が髪型逃げられるため、レーダー水平線までの距離は短縮される。また、大気の密度構造つまり高さに対する屈折率の低下の割合が急激な状態、温度の低下率が標準状態よりも少ない場合、または高さとともに温度が上昇するような温度、逆転層がある場合、もしくは、 相対湿度が高さとともに減少する場合となる。場合は、スーパーリフラクションといって電波が、下方に曲げられ、レーダー水平線までの距離が延長される。スーパーリフラクションの状態が、さらに著しくなると電波はさらに下方に曲げられて、海面に達しそこで反射して、また下方に曲げられるということを繰り返し非常に、遠方まで到達し、レーダー水平線での距離が大きく伸びる。 この現象をラジオダクトと呼ぶ。電波は大気中の酸素や水蒸気などの気体により吸収されたり、霧、雲、雨、雪などにより散乱して減衰したりする。波長の短い電波ほど大気中の気体に吸収されやすく、電波を送信、反射、受信する間に電波のエネルギーはその経路にある気体により吸収され、減衰する。 10GHz 以下の周波数では、酸素や水蒸気等の気体による吸収はほとんど無視、できる。雲や霧においては、指定が100メートル以上程度の濃度の場合、探知距離はほとんど影響を受けないが、指定が50メートル程度の濃度の場合、影響を受ける。特にレーダーから、測定対象までの距離が、遠方にある場合、電波の往復距離が長いので影響を受けやすい。減衰が大きい。 雨や雪の場合、雨滴が大きくなると散乱が急増し、減衰が起きる。電波の波長が長くなると散乱による影響は少なくなる。雪の影響も、ほぼ同様の傾向を示す。このようにレーダーでは、波長の長い、イコール周波数が低い。電波を使うと、電波の散乱による減衰が少なく、遠くまで探知することができるが、一方で、分解能が低くなるため、 目標の解像度は悪くなる。逆に波長の短いイコール周波数が高い。電波は空気中に含まれる水蒸気や雲、雨などに吸収、反射されやすいので減衰が大きく遠くまで探知するのに困難を伴う一方で異解像度を得ることができる。従って遠距離の目標をいち早く発見する必要性のある創作用の対空レーダーや水上レーダーでは 周波数が低い電波を用いる傾向があり、一方で射撃管制レーダーなど目標の形、大きさなどを精密に測定する必要性のあるものでは周波数が高い電波を用いる傾向がある。軍用レーダーでは目標以外の反射波は本来不要であり、地面、海面、雲、雨などはとして有意情報からは除外されなければならない。このことから 地面や海面からの固定した反射波をクラッターとして抑制するため、パルスドップラー処理や移動目標指示が行われる。一方、気象レーダーなどでは、航空機などによる反射波は不要であり、雲や雨が優位情報である。日本では、レーダーは無線局における無線設備の一種として扱われる。精霊電波法施行令第3条、第2項第7号では、 ある特定の地点から反射され、または再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、または位置との関連における情報を取得するための無線設備と総務省令電波法施行規則第2条第1項第32号では、決定しようとする位置から反射され、または再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする、 無線測位の設備と定義している。関連する定義に、とある。すなわち、レーダーは、船舶、航空機の航行のための無線航行用とそれ以外の、気象観測や、速度測定や、物体検知などのための無線標定用途に、対別される。レーダーのみを無線設備とする、無線局は、用途及び移動の可否により、無線航行陸上局、無線航行移動局、 合わせて、無線航行局という、無線標定陸上局、無線標定移動局として免許される。これらの無線局は、無線測位局と総称される。詳細は、各項目によるものとし、レーダーのみを無線設備とする、無線測位局の操作または、その監督に最低限必要な無線従事者のみについて掲げる。常述より、 こととなる、無線航行用レーダーと他の海上用、または航空用の無線機器を合わせて無線設備とする。無線局は移動の可否により、海上用は海岸局、または船舶局、航空用は航空局、または航空機局として免許される。これらの操作には、総合無線通信士または各々、海上系もしくは航空系の無線従事者を要する。 ただし、会場用の一部に、無線航行陸上局、または、無線航行移動局として免許されるものがあり、無線航行陸上局は、海岸局と同様、無線航行移動局は、上標と同様である、自衛隊の艦船、航空機については、上標と同様に自衛隊法第112条第1項により、電波法の無線局の免許及び無線従事者に関する規定が適用されない。 免許も無線従事者も不要な特定省電力無線局にもミリ波レーダー用または移動体検知センサー用としてレーダーを用いた機器がある。自動車の障害物検知用レーダーや防犯用侵入者検知センサーなどである。電波法関係手数料例第1条第2項には空中線電力 50W を超えるレーダーはこの精霊の適用に関しては 空中線電力50ワットの送信機とみなす。としている。また、登録免許税が非課税となる範囲として、登録免許税法施行令第12条第5号に、基本送信機の規模が、空中線電力、レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した、空中線電力 500W 使途のものとし、登録免許税法施行規則及び、無線設備規則により、 戦闘電力に衝撃係数、パルス幅とパルス周期との比を乗じて平均電力に換算するものとしている。これは、レーダーの空中戦電力は戦闘電力で規定される。ため、平均電力で規定される。無線電は、音声通信やテレビジョンと単純に比較すると、送信機の規模が過大に評価されるので、これを緩和するための措置である。電波利用量については、 移動する無線局と無線標定陸上局について掲げるものとし、これ以外については他の無線設備の条件にもよるので省略する。無線航行用レーダーの内義務船舶局用は、電波法第37条第2号により、無線機器形式検定規則による検定に合格した検定機器でなければならないまた、義無船舶局用以外の船舶用及び、 無線標定用のものの中には、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の対象とされ適合表示無線設備となるものがある。適合表示無線設備になれば簡易な免許手続きの対象。隣予備免許や落成検査を経ずして免許され、常実のように操作に無線従事者を不要とする簡易な操作の条件ともなる。 無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づく無線設備の使用は平成34年11月30日まで、旧技術基準のまま条件なしで免許されるのは平成29年11月30日までである。旧技術基準の無線設備とは、 平成19年11月30日までに製造。検定機器は同日までの、検定合格適合表示無線設備は同日までの認証。以下同様、ただし、船舶の無線航行用レーダーについては、平成24年11月30日までの製造されたものである。2017年、平成29年12月1日以降の、 旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り、レーダーのように探知する、市場などの状況を把握する行為や仕組みなどを比喩的にレーダーと呼ばれることがある。全くレーダーの技術が応用されていない探知機にも、レーダーの名前が使えれることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。